誰ととでででででもももどんんんななな言葉でもビジネスできますすすそんな魔法のツールルデザインはとてもシンはてシプルです外国人と話す時お互いの母国語で話せばそれぞれの同時通訳字幕が表示されますのでストレスなくコミュニケーションを図ることができます。現在10か国語に対応していますがこれから120か国語に対応していきますので本当の意味で70億人とあなたは対話できます。 私がイタリア駐在だったときカッツオという言葉がありました。私はカツオ、つまり魚の名前だと思って、カッツオでシャス、カッツオでシャスとイタ,イタリア人のイタリア料理店で叫んでいました。ところが、カッツオにはうんちという意味もあるので、うんち美味しい、うんち美味しいと叫んでいたことがない。目の前の美しいイタリア人女性の顔がみるみる青ざめていきました。 このように恥ずかしい間違いを防ぐために我々は通訳さんにたくさんのお金をつぎ込みました世界の翻訳市場は2.5兆円キアラは人力よりも90%安い値段でこの市場に切り込んでいきますそしてキアラが最初にターゲットにするのは世界の商人です安全な国際送金機能そして相手のバックグラウンド調査機能などをこれから実装していきます チームはこちら。私がもともと京都大学で数学、伊藤忠商事で欧州に駐在していました。CTO の石田は大規模 AI 開発にリーダーとして関わっていました。我々は5000人の AI コミュニティでもあります。この秋に AI 技術に関する書籍も出版し、現在1万部売れています。70億人のビジネス障壁を取り除くのがミッションのキアラ。デモがございますので、皆さんぜひご覧になってください。ありがとうございました。